広場の青、その姿はまさに天空の水、地球よりの水素は見るもの全てを圧倒する。日本海賊様、団体さんの頂を目指す衝動商人、秀吉に道を乗り越え、今その頂は目の前に。それは絢爛豪華な建造物へと変わり、徳川も平和への思いをつなぐ。目の前に輝くは陽明門。叫べ、これぞ栃木だ。ありがとうございました。解散。ありがとうございました。せいやの皆さんでした。